BTS すごいメンバーの方がいるんですよ。ジョングクさん、ジョングクさん。え？ジョングクさん、あとアイドルなんで。ここまで言ったら、あー確かに。ブレイブルジャパン。今日はプロダンサーお三方来ていただいてるんですけども、お三方は、まあ、ブレイクダンスのプロじゃないですか。自分らでプロってやっぱ恥ずかしいので、だから僕が代わりに言います。あなたたちはプロなんです。知ってますかね、 BTS。 もちろん知らないとおらん。海地君は解説とかもやります。はい、何回も解説しましたね。海地君は、はい、BTS バター踊ってみたい。踊りましたよ。そんな BTS さん、すごいメンバーの方がいるんですよ。ジョングクさん、めちゃめちゃ男前で、まあ、BTS のメインボーカルの方なんですよね。カイチ君とかもしかしたらわからないかもしれない。バター言いましょう。この方がジョングクさんが言うんで。有名な。はい、ジョングクさん、これ。オッケーな。あら、惚れちゃうよ。惚れちゃうよ。まあ、ここからテテさん。はい、ジョングクさんです、ここまた。映像見てないのにもう。すげえ。確かに。あ、髪紫の時だ。まあ、髪紫で、ね、意識したのって言われちゃった。それやばいや。タイチ君紫だった時期。はい、ということで。かっこいい。まあ、だいたいジョングクさん歌い出しとサビの一発目だったんですよ。めちゃ詳しい。こっち側回りますか。ジョングクさんは何でもできる。歌も上手いし、ダンスもめちゃめちゃ上手い。顔も男前、アートの才能もめちゃめちゃあって、そんな黄金マンネのジョングクさんのとある映像をちょっと見ていただきたいです。ブレイクダンスのプロたちに行きます。はい、はい、はい、ジョングクさんです。はいはいはい、ジョングクさんの、ジョングクさん、やばっ。はい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 、ジョングクさん、ジョングクさん、ビーボーイ、ビーボーイ、ウィンドミルできるんですよ。すごっ。あら、マジか。綺麗チェアをしっかり入れるタイプのウィンドか。コンサートでいろんなところがあったらしい。出るってこんなんやろ。反則じゃん。こんなことやばい。たらもう B ボーイやる。反則おー、うわやば。1週間に1週間で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 長谷さんに多分まだ できない感じ。練習中なんです。才能の塊だな。最初のやつって体育祭、韓国のアイドルが集まるイベントなんです。あ、なるほどなるほど。アイドルだらけの運動会的な。しかも床、これ陸上のなんかそう雑な、そこで床でかっこいいですね、逆に。そこでもやりやすい。ジョングクさんのウィンドミル、シェアさしてるタイプ、ちょっとカイチ君見せてもらっていいですか。カイチ君の普通のウィンドミル一回見せてもらって。自分のやつ。これは結構、まあ一回見せます。はい、おお、あ、でもチューンさしてる、チューンさしてる。あー、でも、まあ、はい、若干僕のタイプはチェア入れるっていうか床をこう押していくタイプですね。ちなみにチェアとは何ぞや。チェアとはやってみよう、はい、これでございます。お腹のここの方に刺してあげて、こういう風に三角形を頭で作ってあげる。でちょっと前向いてあげて足を浮かしてあげる。カイチ君のウィンドミルはそれを刺してる。ギリギリ刺してないです。カイチ君はそれ刺してないタイプで、ジョングクさんがやってるのはチェア刺してるタイプ。はい、これが、あ、これはむずい、むずいじゃん、逆にむずいじゃん。そうなんです、実はチェア刺した方が難しいんですよね。はい、ジョングクさんタイプやるんです。はい、お願いします。チェア、あ、うまい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 、ジョングクさん、あとアイドルなんで頭ついてない。そこまで言ってた。あー、確かに確かに。え、今、太一くんは頭つくタイプ。僕ついてないです。あ、ついてない。でも頭つくの方が難しい。難しいです。僕たちは基本つくのね。つく人の方が多いですよね。はい、さすがです。続きまして、僕はね、手技の癖で逆に
ジェラオジェラですね。はい、そうそう、だから限りなくジョングク君に近いと思うよ。パリさんのガチウィンドミルちょっと一回見ました。パワームーバーが一番下手な自信やった。あ、そう、ちょっと待って、おでも違う、違うさすタイプだ。え、はい、頭つけてないっす。あ、つけてない今だ。なんか頭ついてない。足があるから来ますね。すげえ、そのタイプ。これわりかしジョングクさんタイプに近い。そうですね、チェアガッツリ派なんで。で、今意識したのはさっき言ってた頭をつかないタイプ。普段はついてますよ。あ、なるほど、さすがプロダンサーできるんですね。ちなみにジョングクさん立った状態から入ってますよね、途中。あー、あれ立った状態むずいっすね。俺逆に癖なんで多分できると思います。お願いします、はい、立った状態から。そう、イエーイ。おーい、立った状態からでも刺すんですね。はー、低いとこから。そっちの方が簡単なんですよね。じゃ立った状態からジョングクさんタイプウィンドミル。あーでも、あー難しい。難しい。でもできてる。え、今頭浮かせました。頭ゴリゴリついた。ちょっと無理ですか、頭浮かすの。行ってみましょうか。頭つかないとむずい。あーすごい。できてる、できてる、できてる。必死感が頭つかずに用できるね。アイドルなんでね、顔は守らないとね。確かに。うちは多分ウィンドウ練習するとき、こことかなんかぶつかったりしないでしょ。だって顔すらせますよね、最初練習するときに。顔に傷ができやすいんですよ。アイドルだから難しい方をやってるんですよね。顔に傷をつけないために。そういう発見なんですか。いや、めっちゃ確かに。え、なかなか見つけるんが難しい。いや、でも気づいちゃう俺だ。気づいちゃうよ。うわこの気づいた人。やばっ。よっ、この気づいちゃう。そうですね、この気づいた人。すごい発見。また勉強になったんじゃないですか。マジで。ちなみにあの動画の後半にジョングクさんが練習されてた技があったんですけど、ああ、ありましたね。あれ、なんていうものですか。あれはトーマスって言われてる。トーマス、はい、ちょっとレア。トーマスレア。実際どういうものか見せてもらってしか。トーマスレア、ジョングクさん、行きましょうか。お願いします。じゃあ、はい、トーマス、トーマス、めちゃめちゃ。そうですか。おーい、すごい。これがジョングクさんです。すごい。すごい。我々 D-BOY からしてみたら、 BTS さんって他のジャンルのダンスじゃないですか。他のジャンルのダンサーさんがウィンドミルできるとかって相当すごいことを。しかも歌って踊れる方が。マルチすぎる。マルチすぎる。ということで今回 BTS のジョングクさん、はい、ウィンドミル解説、はい、チャレンジ、また新しい学びができたということで、さらなるね高みを目指して、はい、知識的に、知識的に、これ広めていきましょう。この動画ということで以上、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。Oh, my God.